300スローだ。原産で負けたあの額を一瞬で取り返すとなったら、レートを上げればそれは簡単だ。マーチンゲール法というものがある。勝率は低くてもレートを上げてそこで一発仕留めればそれは勝ちに転じる。今日は300スローだ。来た、ミリオンゴッドゲーミング。300スロー、日本のレートの15倍。それは痺れる。顔も顔面も体も全てが痺れる。力が入りすぎて自分自身がコントロールできないレートになるんだ。みんな、僕はこのミリオンゴッドゲーミングで何度死にかけたか。でも記憶がどんだけ失おうと僕はまだ生きてる。今日は300スローだ。このリゼロ行くぞ。300スロー一撃勝負や。10倍レート、15万だ。15万で500枚、お願いします。 0.2 回突破すれば、しかも完走すれば72万。ここから始めましょう。1回転900、300スロー。震えるな、震える。できました。1回転900円。リプレイが900円の価値がある。そんなスロットしびれるに決まってるよ。500円で500枚で15万、500枚で1回 B 点当てれば800枚は返ってくる。1回白毛突破すればその時点で800枚、24万が確定する。スイカも900円の価値がある。絶対にこぼせんぞ。218回転、モードへの前兆。ここで当たってもいいぞ。アイコン1個あるから、ここで当たってもいい。これで外れたら A 点行ってアイコン2個で戦うことになる。激破アイコンくれ、頼む、勝手に。よっしゃ、よし、勝手言いましたけど、ギガアイコンはギガアイコン。これで一戦負けはなくなった。10倍レート、ドンで買うぞ。次は200枚や。10倍レート200枚、6万円で200枚、残りのドンぶち込んでやるわ。691回転、あるぞ。こちらを上回って全然ある。100枚ある。つまりこれだけで100枚だけで3万円。実際使ったのは18万、18万で勝つアイコンが3個だぞ。これが激アイコンだった場合、最終決戦までは1つ突破確定。これが青アイコンでもパーセンテージが上がる。アイコン3つ目、マジでうまい。突破すれば24万、800枚以上出る。1000枚出れば30万。朝一発目、運命の一撃だ。激破率アップチャレンジ。でもお手伝いします。 1% でも多く乗せてくれ。 OK、
ッケーオッケーオッケーオッケー、一馬でも多く乗ってくれ。オッケー、エマはスバル君を丸ごと信じていますから。これがガチ抽選の場合、突破率は66-36-40%、 2回突破すればいいだけ。いけるよ、並ぶ。一発、鼻隙持ってきてくれてもいい。うわぁ、強チェリー引いてかき戻し、強チェリー引いてくれたら一体撃破ないか。出るな、緑背景出てきてくれ、頼む。それ以外言うことがない。いってっぞ。まずい、これはまずい。君にはしない、それは全部全部なら2点目は希望がある。こんなとこで終わってたまるか。ベトナムドリーム掴むんだろ。まずい。苦しが来ればいい、もう付き合って逃げる。まずい。最悪でもレム、嘘だろ、18万だぞ。嘘だろ。消えた。行くぞ、行くぞ、3回まで行くぞ。最低でも3回は外にやるからな。だね、ある、あるならアイコン2個で見て、ついて一発仕留めればそれでいい。まだ勝負の勝利への希望はあるぞ。あと500枚借りれば A 点 B 点か埋めるからな。500枚18万トータルとして39万。危険、緑アイコンからの撃破。追加で1000万と200枚、6番200枚追加で、6番お願いします。さあ行くぞ、行くぞ。当初は42万、2回連続の延展、アイコンもう1個しかったけど大丈夫。次はアイコン今回もあるから、緑アイコンもあるから、次ならいける。突破して全てを覆すぞ。撃破率アップチャレンジ。レムのお手伝いします。いつでも多く上がれ。オッケー、いいぞ、もう一個。この緑踊り選手を負ける。オッケー、頼むなら出発超えてくれ。行くぞ。なんで、スバル君を丸ごと信じていますから。大丈夫だよな。でかさな、くっそ、ハラスケが、ハラスケがないと、もう絶望しか見えない。考えるなよ、最悪な事態のことを考えたら、その時点で終わり。最悪なことを考えるのが、パチツロをパチンコ打つやつの仕事やるじゃねえだろうな。
に考えろ。すべて都合よく考えろ。都合よく考えて、希望を失った時点でその時点で終わり。言うぞ、緑相手に出るだけでいい。それが俺にとって都合がいいことではあるけど、ありえなくはない都合だ。全身あるぞ。ああ、そうだな。何か見えてはいませんか。震えてる。手の震えが止まらん。42万だからな。そうだろう。苦しい。せめてもの苦しいだろう。そうだろう。ああ、頼め。希望はある。この金色味トップは確定。3000目までのトップは確定した。ここだぞ。これ3000目突破すれば30万ワンチャン72万までは見える。 OK、 落ち着こう。飲め。諦めなかったレムが救ってくれたんだ。ありがとうレム。諦めるのは似合わねえ。汗が止まらん。落ち着け。ここ一発勝負だ。これ突破しなかったら全てが終わるんだぞ。この一回転マジで大事にしていくんだ。行くぞ。オールナイト前に金を失うわけにはいけないんだ。行くわよ。ナイスルーズンコ。敵が届かない。敵があれば見てるしかねえってのか。この時点ではまだイーブン。このワンプッシュで全てが決まる。やったー。大丈夫か。おい、これ苦しくなかったら終わるぞ。苦しくなくて討伐隊だったら全てが覆って終わっちまう。あとは強 AT 1000枚以上出すんだぞ。1000枚以上出すだけ。強 AT なら鬼連打。この時点で鬼連打が来たっていうことは、カットインで爆乗せするか。この鬼連打爆乗せしないと効力は少ないですね。これで40超えは最低必要。弱いんだよな。30超えなかったらいいですね。36超えると100回転超えちゃうんで、36ギリギリ35で止めたい。 OK。 やったわね。レムは嬉しいです。ゼロカラッシュ、さすがです。ゼロキー、当たってる。Yeah.
最後の3回転、最後の3回転、3回転で、まあ、パネル解放なんですけど、どういうこと？スイカで乗ったか。やったわね、やったよ、お姉ちゃん。このエースは実践上20以上確定で、スイカで乗ったのであれば30以上確定。マジでうまい。あー、うますぎる。この台据え置きなのに鋼鉄手座出やがるやけ、なんなんや。頼む、ここでレイヤーが来ては20以上乗る。20ってことは160枚、つまり160枚の300スロー、48000。ここでレイヤーが来ては48000。うわー、1065枚か。投資は1400枚か。総投資1400枚だから現状約300枚のマイナスか。300枚マイナス、いくぞ。もう一度白銀してプラスがあるんじゃ。後でね。おっきゃある。頼む頼む、一回でポイントくれ。せめてのものポイントだぞ。嘘だろ、嘘だろ。あと1ポイント、あと1回乗せればアイコン2つだったのに、こんな絶望的だよ。大丈夫か。すごいいいことだけを考えるんだ。お手伝いします。エマはスバル君を丸ごと信じていますから。そろそろ一発花持ってきてもいいんじゃないか。花が来れば形勢は逆転する。プラス息だぞ。頼む、突破してくれ。でかさ、怖いですか。大丈夫大丈夫、さっき突破したんだ。突破癖がついている。大丈夫だ。だと緑背景で期待度は 70%、 緑が出ないともう終わり。緑、いける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 、ここだ。うっしゃ、やるか。消滅の霧。密集していては危険です。一旦引きましょう。おー、どうだろう。赤まで削れよ、赤まで削って、赤まで削らないとこれは何の意味もない。赤まで削れば勝ちだ。最低限レベル。終わった。現状350枚ぐらいか。350枚ぐらい、400枚か。いくだろう。次がラストだ。いくだろう。追加追加閉店、あと100枚だけ、あと3枚、100枚だけ。最後の追加投資、最後の3万、最後の3万、100枚ください。投資は45万、45万。
突破すれば30万戻ってくる。45万投資。これ負けたら45万負けた。さあ、白アイコンで3上がった時は突破率が相当高くなる。実質この白ゲー突破率 50% だ。スバル君を丸ごと信じていますから。マジゲー攻略戦突入。なんてデカさだ。もうふざけんなよ。早いですか。おい、最後の最後一ペン落ちとかないような。さすがにそんな、このビクラ外れろ。おい、そんなら取ってくれ、取ってくれ。おっけ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 。危なかった。所詮落ちするとこだった。いや大丈夫だよな。さすがに、さすがに頭抜けスループならいける。緑入って1回も出てない。緑出てくれ。うっしゃ、大丈夫か。密集していては危険です。一旦引きましょう。取った、みんな取ったぞ。これで半分削れば1分目は突破だ。大丈夫。よし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 、赤丸削れ。2000目ももらった。なんとかラスボスまでたどり着くことができた。ありがたよの金イルミ、感謝するよ。ベリーありがとう。諦めるのに似合わねえ。ここまで来たのであれば突破するんだぞ。一発で1000枚は出る。30万は返ってくる。これ突破しなかったら45万負けだ。行くわよ、スバル。よっしゃ、ウェブセコ大丈夫だ。持ち上がってるバカじゃねえぞ。ダメだ、もう追えない。最悪だ。お疲れ様、また遊んでね。負けんなよマジで。これでワンビッグ光らしてビッグ持って帰るわ。回転して5時間、5時間で42万負けました。5時間で42万負けました。ちょっと残金折れないとみんなできないかもしれない。ちょっと残金確認します。折れないと多分できないかもしれない。40万、日本円40万とドンがちょっとしかない。10万円分ぐらい。どうしよう、50万しかない。折れないと無理かも。でももう無理や。どうしよう。